五代将軍徳川綱吉の見前であるぞ。頭が高い。下郎も一味か。一足違いであったな。秋吉めの肉肉しい小娘は今余が自ら手打ちにいたしたところよ。九頭竜村正、よほど疎ましく思うておったか。小娘の血を吸って輝きを増しおったわ。焦るでない。流血の気を余さず抜いて江戸は大地に沈もうが、九頭竜の望みなれば構うことか。見よ、今や吹き上げる気が一筋の糸のごとく十回を貫き、神仏の世界へと往来かなう道が開かれたわ。約束の刻限はまだじゃというに、ここに来て命運が尽きたようじゃ。思い半ばにして先行く不甲斐なさは残念でならぬ。ついに天門は開かれ、世は今格別気分が良い。この門をくぐり宇宙の中心に至れば、清掃の神気を浴びて犬神は輪廻をも超える大天魔となられる。その暁には世と共に三千世界の享楽のすべてを収奪せしめるのだ。キスケ、すまなんだの。命があるなら逃げ延びて、せめてお前だけでも生きておくれ。何言ってやがんだ。弱音は吐かねえと言ったじゃねえか。怒りは収まりそうもねえ。覚悟しろ。首だけになってもかぶりついて粉々にしてやる。